どうも、こんばんは、アイノムです。今回は、東京グールダークをやっていきたいと思います。で、石の数見てもらえればわかるんですけど、2763個まで、石を集めました。ちま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 。なかなかね、たまらないんですね、石が。で、10連しか引けないんですけど、まあ、チケット5枚ぐらいあるから、まあ、15連ぐらいかな、やっていきたいと思います。で、まあ、正直ね、その SSR 欲しいんですけど、まあなかなか多分当たらないと思うんですよ。まあピース制度もあるけど、まあやっぱ SSR のキャラがドンって10連で当たることはまあないと思うけど、まあ正直当たらなかったとしても今ログインボーナスでもらえる、まあ SSR もらえるけど、それとは別にカネキ、俺が今この持ってる SR のカネキ券なんですけど、ちょっと待ってね。はい、この SR の金木剣なんですけど、これも、今、ガンガン強化してて、かなり使えます、こいつも。なんで、低いレアリティでも今、アーマー要素とかってあるんです。この装備品要素みたいな。こんな感じで、グローブつけたり、なんかアクセサリーつけたり、靴つけたり、ベストつけたりとかして、どん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 ステータスも上げれるんで、まあ、低いレアリティのやつでも、なんていうんだ、ストーリーモードとかを攻略していくにあたって、別に SSR は必ずしも必要じゃないよっていうことなんですけど、まあ、でもやっぱりね、そう言ってもやっぱり SSR欲しい。うん。ソシャゲだから SSR はガシャ回して欲しい。ということで今回は引いていく。で、チケット5枚あるって言ったんで、まずは5枚から引いていくんだけど、ちょっとラインナップだね、SSR の。まあ、そこまで今のピックアップは多くないです。で、この、はい、イースターのひなみですね。うさちゃんのコスプレして、で、卵を持ってるこのひなみ。もちろん欲しいけど、やっぱり俺が欲しいのは、このムカですよ、ムカで。2D 見てみる。はい、このムカデのこのフィギュアっぽいイラストの、こいつは欲しいんだよね。で、ムカデの他に、このニトアモン。これめちゃめちゃかっこいいよね、このニトアモンのこう。狡猾であることだよ、アモン君。窓さんってこう、チュイーンってこう、インボケでもリニューアル前にこの開く、なんて言うんだろう。必殺技するときにさ、スキル打つときに必殺技ムービーみたいなのがあったんだけど、あれ、アモンのめちゃくちゃかっこよかったんだよ。あれ、一番好きって言っても過言ではなかった。こう、クラをね、二頭クラにするときに、こう、真ん中のさ、とこ赤い目みたいになってるとこが光って分離するときに、このなんか、なんて言うんだろう、こう、もやみたいなのがかかる感じ。あれがめちゃくちゃかっこよくて、はい、今回のこのイラストもかっこいいですね、このフィギュア基調の。なんで、引いていきたいんですけども、とりあえずチケットから引いていきますか。チケットで出ればいいよね。うん、まあ、チケットで、これ演出とかってどうなんだろう、俺、金が、SR の有馬じゃん。この SR の有馬の、なんて言うんだろう。この、なんて言う、レイドじゃないな。レイドじゃないわ。こいつの討伐クエストみたいなのが、こう、段階、レベルで段階的にあって、こいつを手に入れられますよ、みたいな、クエストがあるんですけど、バカ強いんだよね、こいつ。あ、俺、出たから一番低いレベルのやつ行こうと思ったら、ボッコボコにされて、マジびっくりしたんだけど。この有馬も30個、チケット、というか、ピース30個で解放できるんでね。このさ、金色のボックスが虹色に光るじゃん。だから、うわ、確定演出 SSR 来たと思ったら、まあ普通にレアとか SR っていうね。どの演出があれなんだろうね。SSR の演出なんだろうか。この金のボックスが赤とかなのかな。うわ、あ、ピースだ。びっくりした。キャラが解放されたのかと思った。イースターひなみの12個のピースですね。うん。でも今一瞬キャラが解放されたのかと思ったよ。じゃあもう一回行きましょう。そうそう。このなんかね、サーバーにいるメンツなのか知らないけど、うお！あ、SR のリゼさんがびっくりした。そうそう。この、誰かがキャラを引くと、この多分サーバーにいるメンツだと思うんだけど、誰かがキャラをね、いいキャラを引き当てると、こう出るんだよ、テロップとして。今、俺が、エネームがこの上白リゼを引き当てましたみたいな、一瞬出たからビビったけど、はい、SR のリゼさんですね。これちょっと使いてえな。強そう。でも、SR のリゼさんでサーバー中にこのテロップが流れるってなんかすげえな。泣きでしたね。ということで10連いきますか。いや、怖えな。いや、怖え。いや、ムカデ欲しいんだ。いや、アモンも欲しいな。いやー、なんか俺そう、SSR のログインボーナス確定でもらえる、SSR が確定でもらえるログインボーナスは、なんかサーバーによるんですよ。な、昨日、このもらい方みたいなのあげたんですけど、なんか最新のサーバー、なコメントで教えてもらったんですけど、最新のサーバーを選ぶとダメで、このゲームどん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 日々サーバーが追加されていって、新しいサーバーの方ではその SSR 確定でもらえるログインボーナスがもらえないっぽいです。なんで、古いやつですね。俺は今215のエトっていうサーバーでやってるんですけど、1本目にダークオーの動画上げた時は238の10日でやってたんですよ。でも、それバグっちゃって、なんか、バグっちゃって、
無限ロードみたいな先に進まなくなっちゃってサーバー変えたんですけど、215のエトに。なんか最新のサーバーでやると、SSR 確定チケットがもらえないっぽいです。なんかちょっと古いやつで、やるといいっぽいですね。で、まあ、多分キャンペーン期間がね、明日までだと思うんだよな。5月7日って、なんかアニバーサリーのログインボーナスの期間的には書いてたから、まあ、やる人は早めにやってもらったらいいと思います。行くか、10連。怖えけど行くか。もうしゃあねえな。よいしょ行け！おっと？篠原。あ、篠原のアーマーが出たって書いてる。これ SR かな？あ、SR だ。篠原のアーマー。ビップカード取ろう。りょうこさんだ。ほうじさん。わ、やばい、やばい。お、あ、ピースかよ。うわ、あいさ、あー、うわーく、なんかこの心のモヤモヤが、ピースかー。心のモヤモヤが。きた、同時の魔界のアモンの SR、これで、ちょっと、あと2枚で来てくれないか。頼む。いやー。いやでも、あれだね、イースターのひなみのピースが2つ手に入ったね。で、12枚手に入ったから、今24枚かな。80枚までは、あと56枚手に入れなきゃいけないけど、SSR アモンの、これ、2等クラのピースも手に入ったよ。ピースだけど。キャラ解放したかったなぁ。まあこれ、2050個かかるんでね。まあまた2050個、ちまちま貯めますか。なんかアリーナとかやってると貯まるんですけど、多分アリーナで最初なんか100個とか150個とか一気にくれるんですけど、なんかその相手とバトル、PVP するたびに。なんか多分あれ回数制限あるよね。うん。ということで、まあ、10連で引けなかったけど、また一生貯めます。俺ね、このゲーム結構自分の中では評価高いです。なんか中国版の方は結局そこまでこう継続してやろうかなってならなかったんですけど、こっちはなんか、なんて言うんだろう。何が、あれなんだろうな。向こうの方はね、ちょっと現実離れって言ったらそう、東京グールに現実を求めるのかってなるけど、なんて言うんだろうな。東京グールの動きをしてるわ、こっちのゲームの方が。中国版の方はなんかすごかったね、エフェクトとか、なんかババ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 みたいな。何これみたいな、アベンジャーズみたいな感じだったんだけど。まあ、こっちはね、結構、いいっすね。おもろい。うん。育成システムも結構面白いっす。イラストも、なんか、まあ、多分これね、公式なんですよ。どっかだったかな。ピエロかどっかになんか、あれ、なんだっけこの前言ったやつ。あれやったみたいな感じだったんで、多分これ公式に近いよね、かなり。多分公式だと思うんですけど。中国の方は正直わからん。パチモンかもしれん。はい、ということで。いやー、これ解放したかったな、ひなみ。あ、そう、SR の重蔵はね、普通にガシャで出ました、僕。なんで今使ってるんですけど。この重蔵っすね。めちゃめちゃかっこいいっす、この重蔵。っていうか、この SR のこの金木、待ってね。この金木、今、ログインボーナスでもらえるんすけど、これね、めちゃくちゃ攻撃モーションがかっこいいんだよね。まあ、また別の動画で紹介しようかなと思うんすけど、なんかその、ヤモリ戦っぽい動きをしてくれるんですよね。この、無印の最終回、アニメのね、最終回。まあ、そういうことっす。今始めなくてもこの金木はもらえるのかもしれないけど、SSR をもらいたいなら、ちょっと古いサーバーで今始めましょうということですね。というわけで、お疲れ様でした。また次回の実況動画でお会いしましょう。